三条西真高は、室町時代後期から、戦国時代にかけての苦行。内大臣、三条西候補の次男。神は、正二位、内大臣。農所家でもあった。京都武者の工事の屋敷で誕生。当初の名は、公与。長六二年、兄、未練が死去し、家督相続者として扱われ、十五一下二女され、この時を公や述べと改名する。 二日後に自重二任官。干渉元年、党、候補が死去する。このため、母方のおじである、関路寺親長の貢献を受けて、家督を相続する。応仁元年、京都で応仁の乱が発生し、倉間寺へ疎開。乱により三上に指定も消失している。文明元年、元服と同時に、右子の絵検証に進み、さねたかと改名する。三年。 内大臣となるが、在職わずか2ヶ月、任大臣代表も開かずに致死。永正13年に出家。小土御門天皇、小柏原天皇、小奈良天皇の三代に仕えたが、小土御門の長飛や、小柏原の女子で、小奈良の聖母の下十字藤子は、義子妹にあたり、天皇家とは、深い遠石関係にあった。室町幕府将軍の足利義政や足利義澄。 若狭国主後、武田元信等と信仰があったほか、文化人としての交流関係も多岐にわたり、一条、金吉と共に、和歌、古典の貴族文化を保持、発展させ、葬儀から、古今で授を受けている。古筆の鑑定もよくし、葬儀から、小倉開始の鑑定を依頼されたことが、佐た高高期に見える。また、武の女王に茶道を教え、 山和国国人の重支援中に和歌を教えるなど、貴族に多大な影響を与えた。将棋、囲碁にも熱中し、将棋の駒の字も書いた。また、数王国の大内義隆や駿河国の今川、宇治地下とも親交が深かった。なお、佐根隆には当時としては珍しく側室がいなかった。漢文日記、佐根隆後期は資料的価値もある。歌集に、 雪玉衆、聞き雪き著作に、栄華大外賞、高野山三景記など。源氏物語に関しては、経図として革新的な、サネタ本源氏物語経図を作ったほか、古、金枝が、明星賞を表す基礎も作った。浄土宗を進行していた。ありがとうございます。